ご紹介させてください。スマイレージのリーダーの小田彩香です。19歳の倉田真央です。17歳の中西香菜です。16歳の竹内あかりです。16歳のカットニアです。15歳の田村めいみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあみんなどうぞどうぞ。じゃあ、新メンバーの自己紹介を。千葉県出身、高校1年生の16歳、室田瑞希です。特技はモノマネで、スマイルイジさんの曲で一番好きな曲は、夢見る15です。よろしくお願いします。おー、モノマネか。宮城県出身、中学1年生の13歳、佐々木理香子です。特技は卵を片手で割れることです。スマイルエイジさんで好きな曲は私、ちょいと可愛い裏番長です。神奈川県出身、高校1年生の相川真帆です。特技はクラシックバレエで、スマイルエイジの一番好きな曲は夕暮れ恋の時間です。よろしくお願いします。この3人が新メンバーとなります。よろしくお願いします。昔のドラえもんのモノマネをします。僕ドラえもん。続きまして、続くんだね、はい。アナと雪の女王の少しも寒くないわっていうところのエルサの顔のモノマネをします。ちょっと言わないと分かんないね。少しも寒くないわです。以上です。なんか思いつきでやったみたいな感じになっちゃいましたけどね。はい、じゃあ続いて、それでムーさん、スマイルズの一員になった感想をお願いします。最初聞いた時はすごいびっくりしたんですけど、でも聞いて素直にもうすごく嬉しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてじゃあ佐々木さん、じゃあ片手で卵が割れるということなんで、ちょっとまあコツもありながらエアー卵割りをじゃあお願いします。はい、卵を持って、上の殻と下の殻を持って、こうパカッと割ります。はい、はい、見事に、はい、見事に言われたところで、じゃあ佐々木さんも感想を聞かせてください。はい、私も発表された時は頭の中が真っ白になったんですけど、これからこのメンバーでなんかトップを目指して頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いて相川さんは、バレーはどれぐらいのバレー経験というかあるんですかね。9年目です。9年目、今もやっている。はい、はい、じゃあちょっとこう、なんていうんですかね、格好をなんとなく一歩前に出て、せっかくですから、なんかこう、その靴でできる。はい、すごい、いきますよ。もう大丈夫ですか、不安な感じが。あ、靴がね、ね、はい、はい、すごい。それで、愛華さんもじゃあ、感想を聞かせてください。ずっと入りたかったので、スマイレージに、はい、はい、入りたかったので、入れるってことを聞いたときはすごい嬉しくって、これからもっと頑張らなきゃなって思いました。はい、わかりました。印象はもう皆さんすっごい可愛いなと思うんですけど、なんか自分としては少しなんていうんですかね、寂しいっていうんじゃないですけど、私スマイレージ6人の中で一番年齢が年下で最年少っていうのもあったし、なんか最近身長も高くなって一番スマイレージで身長高いっていうのもあったし、スマイレージのモノマネうまいみたいのもあったんですけど、なんか全部取られてて、もう私これからどうしていったらいいだろうっていうのがあってっていうのがもうあるんですけど、あ、まあ、ちょっとずつこの3期メンバーの皆さんに一緒に私自身のこのキャラも頑張って作っていけたらいいなって思ってます。皆さん本当に可愛くて一緒に頑張りたいなって思ってます。はい、次はじゃあ勝田さん。はい、3期メン
ンバーが入るっていうことを聞いたので、私たち2期メンバーの初めてのその加入の映像を YouTube でいろいろ見たんですよ。そしたらよく入れたなって思う。なんか人たちが4人並んでて、もう本当に、でも3期のメンバーの3人の方は可愛くていいな、可愛くていいなって思うので、ちょっとまずは顔から負けないようにちょっと頑張っていく。この時点でね、そう結構ね、危ない、やばいなと思ってるので、ちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、じゃあお笑いしてる竹内さんと。はい、そうですね、でも本当に、一番最初私たちもその3期メンバーとご対面した時にもうびっくりして、なんだろう、もうオーラが違ったというか、もうすごい綺麗な、本当にこの衣装と同じ色のオーラが出てたというか、本当もうなんかスター性がある方々3人だなって思ったので、ちょっとそうですね、でも今日から私たちは先輩になるのでね、ちょっと気を引き締めて頑張りたいなと思いますね。はい、頑張ります。続いて中西さん。はい、そうですね、でも私すごいかまってちゃんなんですね。でメンバーみんなに、でも最近かまってもらえなくなったからかまってほしいなと思うし、でもダンスとか歌とかみんなお上手だと思うので、研修生さんのとか見てて、なので私も負けないように頑張りつつ、体が硬いのでバレエとか教えていただいていろいろ3期メンバーからも学ぶこととかもたくさんあると思うので、たくさん学んでいきたいと思います。やっぱりもちろんスマイレージという名前でずっと活動をしてきて、その名前にはものすごく愛着があるんですけれども、スマイレージ1期メンバー、2期メンバー、3期メンバーとして活動していくよりも、グループ名やグループのイメージをガラッと変えて、その新しいグループの1期メンバーとして9人で新しいスタートを切れたらなという思いで改名を決めました。はい私ですか、はい、私はですね、英語がいいなって思います。はい、あの子は具体的に何とかとは言えないんですけど、うん、なんか英語ってかっこいいじゃないですか、うん、なんか、なんて言うんだろう、今浮かぶのだとなんかトリックみたいな、トリックみたいな、なんか絶対にそれが違うので、はいはいはい、トリックになってほしいっていうわけじゃないんですけど、うん、そういうこのなんて言うんだろう、なるほど、一文字で言う感じですかね。そうそう、だからさっていうこのまとまり感、まとまり感で英語って素晴らしいじゃないですか。なるほど、私にとっては素晴らしい、かっこいい、素敵なんですよ。なるほど、でそういうちょっとなんか、なんだこのグループ名前かっこよくないっていう響きの響き、響き優先ですかね。まあ、響き、うん、まあなんかそうですね、なんか見た目響きこの2パターン、2パターンすみません、田村さん、ちょっと補足していただいていいですか。ただこのこちらの子が言いたいことは、ただ単に、まあ、パッと聞いてかっこいい名前がいいってことにしてってことだよね。トリックっていう綴り、本当にかっこいいと思う、うん、そういう感じ。トリックはい、トリックは急にチューブになりたいの。トリックは違うけど、そういうこういうやつ、わかんないわ。田村さんはどうですか。その響きもいいと思うんですけど、この私たちがこの今の名前はまあスマイレージっていうんですけど、いろいろスマイルとマイレージとか、あとスマイルとエイジでスマイル世代とかっていろいろ合わさっているので、そういう風に、なんて言うんだろう、いろんな意味を合わせて、なんか、なんて言うんですかね、すごいいろいろな、一つの意味で私たちはこういうグループですっていうんじゃなくて、いろいろな私たちはこうだし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 っていうのがちょっと難しくなっちゃった、うんうん、そんなことですよね。そんなことです。はい、では次は福田さん。はい、グループ名ですか。はい、でもグループ名はもちろん名前も気になるんですけど、送ってくださる方がどういう由来で送ってくださるのかなっていうのがすっごい気になるので、なんかこう、もちろん、まあ、トリックみたいな響きの良さも、あまりトリック言うとトリック引っ張られるもんね。響きの良さも大事だと思うんですけど、どういう意味でつけましたっていうのをこう言った時に、おおってなるようなグループ名が、うん、なんかできたらいいなって思います。和田さんは。私も響きよりかは重視するべきことは、その意味合いだったりっていうのをすごい大切にできたらいいなって思います。